皆さんこんにちは。私はクラリネット奏者の有馬理恵と言います。皆さんはクラリネットのことが好きですか？どういうきっかけでクラリネットを始めましたか？いろいろな人がいると思いますが、この DVD では良い例、悪い例、ワンポイントなど分かりやすくお話ししていますので、初心者の方は基礎をしっかり固めて、ある程度演奏経験のある方はこの機会に自分の奏法を見直してみて上達に役立ててください。この DVD を参考によりクラリネットを楽しんでくださいね。足元はこちらも肩幅くらいに広げて全身をしっかり支えましょう。楽器を構えた時に右手親指、左手親指、アンブシュアの3点をしっかり意識して安定させましょう。例えばこのように楽器を揺らされた時にグラグラと動いてしまうようではいけません。たとえ楽器を揺らされたとしても動いてしまわないくらいしっかりと噛みます。1、2、3、4。このように裏拍のタイミングでタンギングを入れます。顎が上がってしまい楽器にぶら下がるような角度にならないように注意しましょう。お腹でタンギングをしてしまおうとすると、この練習のチェックポイントはこちらです。次は音型の合わせ方についてお話ししたいと思います。まずは同じ旋律を全員で吹く箇所を演奏してみます。このように同じ楽譜でもそれぞれの感じる音型が違うとすっきりしない、ごちゃごちゃした印象になってしまいます。同じ旋律を練習するときはまずはスラーで音色、音程に気をつけて練習してみます。少しゆっくりスラーで練習することにより音色、音程が合っていきます。